シュメール文明。シュメール文明とはメソポタミア南部に存在した世界最古の古代文明です。シュメール人はメソポタミアの原住民ではなく、紀元前3500年前後に突如現れた民族と考えられ、原住地、来住経路、来住時期、言語系統などは不明で、まさに歴史のミステリーの一つとなっております。宇宙から来た異星人、世界中の神話の元となった神話、日本人の皇室との関係などなど信じがたい説が多くあります。しかし一つ一つ深く見ていくと、もしかしたらありえるんじゃないかと思われるような話もたくさんあります。証拠が少ない古代だからこそ想像の余地があり、それが人々の興味を引き立てるんですね。こんにちは、藤吉田です。今回は以前シュメールについて解説した5本の動画を配信し、その動画を1本にまとめさせていただきました。1本ずつ見るのもいいのですが、まとめて見ることで一連の流れとしてシュメールの謎を知ることができると思います。非常に長い動画となっておりますので、時間のある時ゆっくりご覧いただきたいと思います。ぜひ最後までご視聴お願いします。もちろん当チャンネルでの見解ですので、一説のエンターテイメントとしてお楽しみください。それでは行ってみましょう。謎だらけのシュメールの英知。人類最古の都市文明であるシュメールは、現在のイラクとクウェートにあたるメソポタミア南部に約6000年前に起こりました。中国4000年の歴史とはよく聞くものの、その2000年前の文明なのです。日本ではインダス文明、メソポタミア文明、コウガ文明、エジプト文明の4大文明の方が有名で、あまり馴染みはないかもしれません。というのもシュメール文明は19世紀後半に突如姿を現した文明だからです。シュメール文明はその後メソポタミア文明に影響を与えたという最古の文明なのです。紀元前1万年から紀元前7000年の新石器時代以降、肥沃な三角地帯であるチグリス川とユーフラテス川の間に栄えたこの文明ですが、実はこのシュメールには多くの謎があります。そもそもシュメール文明には先行文明がありません。文明は基本的によその文明から影響を受けるか、徐々に発展していくものなのですが、シュメール文明は非常に高度な文明が最初から発展していたのです。突如現れた文明が高度な文明であったということはシュメール文明の謎の一つです。しかも合金やメッキ製品といった冶金技術、哲学、宗教、測量技術、刑事法、天文学、議会制度など現代にも通じる文明の要素を全て有していたというのです。中でも注目すべきは極めて高度な天文学です。例えば20世紀になって初めて全貌が明らかになった天王星の存在を彼らシュメール人は知っていました。なぜそれがすごいことかというと、天王星は肉眼では捉えることができないからです。現代人がこの星を知ることができたのは1986年になって、 NASA が打ち上げた惑星探査機ボイジャー2号が天王星に接近し通過してからに過ぎません。しかし彼らはこの星をアヌ、あるいはマシュグ、シグと呼び、ボイジャー2号が初めて明らかにした水に満ちた青緑色の星であることも知っていたといいます。それだけではありません。1989年にその姿が明らかになった海王星についても彼らは
青緑色で故障に満ちた惑星と形容し、エアという故障を与えていました。さらに冥王星に対してもナガという名前を与えていたのです。宇宙航空学はもちろんのこと、高度な天体望遠鏡も有していないはずの古代人である彼らが、なぜ太陽系の果てにあるこれらの惑星について的確な知識を得ていたのでしょうか。しかも私たちが知る歴史では、シュメール人の文明は古ければ古いほど高度だと言われています。逆に言えば時代を下るほど対抗していくのです。シュメール人は宇宙人？シュメール文明は孤立した言語体系を持つことなどから、周辺の文明とは民族系統が異なるとされています。しかも高度な都市文明が突如として開花したこと、それが時代を経るごとに衰退していったことを考えると、誰かから与えられたものである可能性が高いという見解もあります。この謎に一つの回答を導き出したのが、イスラエル出身の宇宙考古学者ゼカリア・シッチンという人物です。シュメール語を20年かけて習得した彼は、現代文明を構成する要素の多くがシュメールに端を発している点に着目しました。メソポタミアから出土した何万枚もの粘土板を手がかりに、驚愕の事実にたどり着きました。例えばシュメール人が記した太陽系図、そこには太陽と月、9つの惑星が正しく配置されていましたが、さらに未知の太陽系の第11番惑星まで描かれています。太陽系の惑星は現在全部で8つです。太陽に近いものから水星、金星、地球、火星、木星、土星、天王星、海王星です。以前は冥王星も惑星の仲間に数えられていましたが、2006年8月からは準惑星と呼ばれる別類の天体に分類されています。ここでは冥王星も入れ、9つの惑星とさせていただきます。シッチンの説明によれば、9つの惑星の他にニビルと呼ばれる惑星があり、その星は3600年ごとに地球に接近し、大洪水や環境の激変などの災厄をもたらす巨大な赤い星であるといいます。太陽系の9つの惑星の他にもう一つの惑星があったなど、にわかには信じがたいですよね。しかしこの説を提唱したシッチンには実績があります。1989年8月 NASA の無人宇宙探査機ボイジャー2号が海王星に接近したことで、人類は初めて青緑色に輝く海王星の姿を見ました。しかしシッチンはその2ヶ月前に、海王星の表面は青緑色で水分が潤沢にあり、沼地の植生とおぼしき斑紋が観察されると欧米の雑誌に発表していたのです。ではなぜ彼は誰も見たことのない海王星の姿を予測できたのでしょうか。その答えもやはりシュメールの粘土板にあったのです。それを解読することで、シッチンは太陽系の果てにある惑星の知識を獲得していたのです。それはつまり、シュメール人の天文学的知識が極めて正確だったことの証明に他ならないのです。だとすれば、ニビルもまたかつての太陽系に存在していた可能性が高いのではないのかと考える学者がいるのです。宇宙から降り立った神々アヌンナキ。木星とほぼ同じ大きさのニビルは約3600年周期で超楕円軌道を描きながら公転しているといいます。近日点は火星と木星の間にありますが、遠日点は外宇宙の遥か彼方にあり、太陽系を横切るように公転しています。このためシュメール語で交差する星を意味するニビルの名が与えられたのです。
湿沈の研究によれば、かつての太陽系には地球は存在せず、火星と木星の間に地表のすべてを水で満たされた惑星ティアマトが存在していました。ところが約10億年前、太陽系に放浪の天体ニビルが接近したことで大異変が発生しました。海王星の引力に引き寄せられたニビルが土星に衝突し、その衝撃で衛星の一つが弾き出され、現在の冥王星となったといいます。彼らは冥王星オガガと呼んでいます。その後ニビルはさらに木星の引力に引かれて太陽系中心部に侵入しました。その結果ティアマトと接触しました。ティアマトの半分は粉々に砕け散り、火星と木星の間で小惑星帯となりました。そしてもう半分は吹き飛ばされ、金星と火星の間で停止、衝突によってえぐられた地表にその水が流れ込んだといいます。これが現在の地球となったというのです。天地創造の経緯については旧約聖書創世記にも描かれていますが、それはシュメールの創世神話を原点にしているとも言われています。旧約聖書の創世記はこのような内容です。1日目、光を作り昼と夜を分けた。2日目、空を作った。3日目、地上と海を作った。地上に植物を生やした。4日目、太陽と月と星を作った。5日目、海と空の生物を作った。6日目、地上の生物を作った。7日目、自分の仕事を果たし休んだ。天と地、光、水、天地創造で出てくるこういったワードは旧約聖書以外の神話に通じるところがあります。シュメールの神話で人類創造をなすのはアヌンナキという神々です。シュメール語で天より地に降りきたるものを意味する。彼らは惑星ニビルに君臨する万物の霊長だといいます。結論から言うと、彼らがニビルとの衝突によって生まれた地球という器に文明をもたらし、人類を生み出したのだというのです。だとすれば、アヌンナキはユダヤ教、キリスト教、イスラム教の唯一神創造主のモデルとも言えるでしょう。したがってこの世界の創造神は実はニビルから降り立った異星人だったとも解釈ができるのです。シュメール神話のストーリーでは、なぜ彼らは地球に降り立ったのでしょうか。シュメール神話の書かれた石碑を読み解くと面白いことが書かれています。当時のニビルは大気と地熱が失われつつあり、惑星を覆うシールドが必要でした。シールドを形成するには黄金の粒子が必要なのですが、ニビルには黄金が存在しません。そのためアヌンナキたちは約4万5000年前の地球に目をつけたのだといいます。地球に使わされたニビルの王アヌの長子エアは30人のアヌンナキと共にペルシア湾に着水、メソポタミア南部に植民都市エリドを建設しました。優れた科学者であり技術者でもあったエアは、海水から黄金を抽出する方法を編み出したばかりか、さらなる生産量増加のため地中の黄金鉱脈アブズから黄金を掘り出してみせたといいます。こうして採掘された黄金はエリドに建設された宇宙港からニビルへと運ばれていきました。その功績によりエアは延期と呼ばれる地球の支配者の称号を与えられます。しかし約2万8800年後、延期の異母帝エンリルが地球を訪れたことから状況は一変します。地球の支配権をめぐる兄弟間の対立構造が生まれてしまったのです。見かねたアヌはくじ引きによってエンリルを総司令に任命。エンリルは壮大な都市計画を推進し開発拡大に着手します。
地球の植民都市化はさらに進められ、母性であるニビルは恩恵を存分に受けました。しかし、エンキとエンリルの間の溝は深まる一方でした。支配者エンキによる人類創造の物語。エンギルが地球総司令の座についてから14000年、彼は支配者としての地位を絶対的なものとしていました。しかしやがて近郊で働く下級アヌンナキの不満が噴出します。暴動にまで発展したので、危惧したアヌは事態収拾の評議会を開きました。この席上でエンキは地球の命運を決めるある提案をします。それは自分たちの姿を模した霊族階級の混ぜ合わせて作られたものを意味するルルを創造し働かせるというものでした。当時の地球にはニビルがティアマトと衝突した際に付着した生命の種子、つまり DNA から誕生進化したエンジンが存在していました。これにアヌンナキの DNA を掛け合わせて知性を有した生物を創造し労働者として酷使しようというのです。彼の提案は採択され、イボ妹であり妻であるニンハグサルと共に人工受精と遺伝子操作によってルル、つまり人類の創造がなされました。ちなみにニンハグサルはマミーとも呼ばれ、母の語源だそうです。これをシュメール人はサルヌラン氏とアヌンナキの精子と遺伝子を混合することでルルを生み出したと記述しています。実はここにも聖書との類似を発見できます。創造主を模したルル、つまり人類誕生の経緯は我々にかたどり、我々に似せて人を作ろうという神の人類創造の記述そのものだからです。ルル、つまり人類はエンキの支配する近郊とエンリルが支配する農園エデンの労働者として大きく貢献しました。しかしエンキが彼らに生殖能力を与えたことで大きな変化が訪れます。エンリルはエンキの勢力が拡大することを恐れ、人類を農園から追放したのです。かくしてエデンを追われた人類は地球上の各地に飛散することになります。お分かりのように、これもまた旧約聖書に描かれたエデンの園とアダムとイブの追放誕の神話に似ています。このようにシュネール神話において語られてきた人類創造の経緯、生命の進化の謎を解く鍵は神アヌンナキが握っていたというのです。未曾有の大洪水と古代戦争の勃発。かくして栄華を極めたアヌンナキの時代、つまり神々の時代の13000年前、大転機が訪れます。またも接近したニビルの影響で南極の氷が崩壊し、未曾有の大洪水が発生したのです。アヌンナキたちはルクブイラニと呼ばれる神々の戦車に乗って宇宙に脱出しましたが、人類や動植物は壊滅的な被害を受けました。その結果10万年続いたアヌンナキの文明のほとんどは失われてしまったのです。しかしエンキは優れた人類ツユスードラに命じ潜水艦を建造させます。旧約聖書ではこれはノアにあたるとされています。その内部に人類を含む地球上のあらゆる生物の DNA を保存させました。そして水が引いたところで DNA を再生させたのです。もちろんこれもまたノアの箱舟伝説に他なりません。再興を機に地上は3つの地域に分割統治されることになります。チグリス・ユーフラテス川流域のメソポタミア、ナイル川流域のエジプト、インダス川流域、宇宙港や航空管制施設があるシナイ半島のティルムンです。我々が知る四大文明とは少々異なりますが、
現代まで続く文明の基盤が完成したのです。紀元前3800年、再興した地球にニビルが接近した時もアヌを中心に評議会が開かれ、人類にも文明を与える決断がなされました。同時にアヌンナキと人類の仲介者となる存在の人類の王も制定されました。王が統治することを前提に世界各地に人類が居住することも許されました。かくしてメソポタミアの騎手に人類の王が君臨する最初の都市が置かれます。これがシュメール文明だというのです。つまりシュメール文明は人類のためにアヌンナキが起こした文明だったというのです。先行文明を持たないシュメールの高度な文明の背景には異星人の存在があったのです。しかし人類初の文明は平安なものではありません。エンリルとエンキの権力闘争は人類も巻き込み、数千年にわたって繰り広げられたからです。そして紀元前2024年、エンリルに対抗していたエンキの息子マルドゥクが全メソポタミアの支配を宣言。これをきっかけに7つの恐怖の武器の使用が始まります。ソドムやゴモラ、マルドゥクが勢力基盤を置いたカナンの都市も焦土と化しました。その凄惨な有様は創世記に描かれたそれと同じです。メソポタミアには死の灰が降り注ぎ、シュメール文明は滅亡するのです。しかしアヌンナキの血脈を継ぐ人類シュメール人は全てが死滅したわけではありません。その一部は世界へ飛散したそうです。そして日本列島もその例外ではありませんでした。シュメールの流れを組む世界各地の文明、この謎に対してもシッチンはシュメールの古文書から答えを得ています。この戦争で王アヌはエンキとエンリル息子たちに地球を支配させている限り抗争が絶えることはないと判断しました。そこで地球を一種の保護区とし、両派を地球から撤退させたのです。こうしてアヌンナキによる地球統治の時代は終わり、アヌンナキの文明とともに神が起こした文明シュメールの英知も失われてしまったのです。しかしアヌンナキの血脈を継ぐシュメール人すべてが絶滅したわけではありません。エジプト、インド、イギリス、ギリシアをはじめ、バミューダ、中南米のマヤ、アステカ、インカ、ナスカ、アマゾンなどにもアヌンナキの足跡が発見できるというのです。さらにコウガ文明のはるか昔に築かれた長江文明の遺物にもアヌンナキの面影を見出せるといいます。あるいは古代朝鮮半島の歴史を記したダンクン古記の中にもスメル国すなわちシュメールが登場するのです。天孫降臨に由来する大城塞の秘密。平成2年11月、金城天皇の即位の礼大城塞が執り行われました。数ある皇室祭祀の中でも大城塞は最も重要な祭祀とされています。古代以来天皇家の祭祀は小祀、中祀、大祀に分けられています。その中で大城塞だけが大祀とされているのです。いかに大城塞が重要な意味を持つかがわかります。大城塞は簡単に言えば天皇の即位儀式です。天子が神国を皇祖神と教職する祭祀に神栄祭りがありますが、それとほぼ同じ内容を一代に一度だけ行うのがこの大城塞です。つまり1年に1回というスパンではなく、人生においても2度3度あるかないかです。昭和でいうと60年以上ありましたし、平成も30年ありました。そうそうある行事ではないのです。歴史も古く日本書紀にまで遡ることができます。
実はこの祭祀は天から降り立った神々が日本を建国したという天孫降臨の物語に由来するといいます。神々の住処高間ヶ原で受け持ちの神から五穀の種を得た子嘘神天照大御神はこれをまいて元種としました。そしてこの元種を授けられた天孫ニニギノミコトがこの国に天下り実りをもたらしたのだといいます。神城祭はこの元種を授けた天照大御神に感謝し神と共に食べることで天皇の徳が増すと言われています。神武天皇も神前に備えた御家を食べて武威を得ることで大和地方の八十猛を退けたとされているのです。簡単に言えばその本質は子嘘神との合一化です。大城祭はそれによって天皇の資格が完成する祭祀なのです。平成の時代この歴史的な祭祀が執り行われたことで世界中の学者が注目しました。欧米の研究者によれば大城祭は古代呪術社会特有の聖婚儀礼の流れを汲むものであるといいます。日本の天皇家は世界でも類を見ないほど歴史がある一族なのです。そしてこの聖婚儀礼が始まったのはなんと約6000年前のシュメールにおいて出会ったというのです。王朝の一貫性において日本の天皇家は世界でも類を見ない存在でその重要な祭祀がシュメール文明の流れを汲んでいたということが事実であるなら天皇家はシュメールの血を汲む者すなわちアヌンナキの血脈だということになります。だとすればエデンを追われたルルと呼ばれた人類は日本列島にまでたどり着いたというのでしょうか。それとも古代戦争から逃げ延びたシュメール人が日本列島に漂着したとでも言うのでしょうか。しかしなぜ天皇家がシュメール人であるという説が流れ始めたのでしょうか。外国人が提唱した日本人シュメール起源説。歴史上最初に日本人の起源とシュメールの関係について考えたのはドイツ系オランダ人の医師で探検家でもあるエンゲルベルト・ケンペルです。そう、日本人が自分たちの都合のいいように言い出したことではないのです。時代は江戸元禄の1690年9月5日、長崎の出島を訪れたケンペルは2年の滞在期間中に日本のさまざまな情報を見聞きし書き残しました。彼の著作は開国期間と没後に出版された日本史ですが、日本における見聞の集大成となったのが日本史です。日本には聖職的皇帝天皇と世俗的皇帝将軍2人の将軍が存在する。日本史はこのように日本を紹介し、医学から政治社会風俗動植物さらに神話に至るまで広く記していました。そのため当時のヨーロッパ知識人の間で広く流布し、あのシーボルトにも多大な影響を与えたと言われています。シーボルトとは鎖国下の江戸時代において唯一外国との交流を許された長崎の出島で最先端の西洋医学を学ぼうとする日本人のため出島の外に医学教育を行った人物です。科学的観察と客観的な態度で評価を得たケンペルの書ですが、異彩を放っているのが日本人の起源についての探求です。ケンペルは言語とその特性が民族の起源の手がかりとなるという考えのもと日本人の起源を探りました。しかし日本語は隣接諸国との関連性が見出せません。中国の言葉は確かに日本語にも数多く溶け込んでいますが、それはポルトガル語のパンやボタンといった単語が使われることに等しいぐらいです。なぜなら中国の書物を日本人が読む場合、癖
句読点を入れています。つまり全く文法が異なるのです。同様の理由で朝鮮半島など隣接国との関係性も否定したケンペルは、日本人は独自の現象を持つ民族としたのです。そしてケンペルがたどり着いた仮説こそ日本人シュメール起源説だったのです。日本史にはアマテラス大御神が幾度となく登場します。そこからもケンペルが日本神話に多大なる興味を持っていたことがわかります。そして彼は小嘘神が住まう高間ヶ原は古代バビロニアにあったと提唱したのです。途中にどれほどの月日を費やしたかはさておき、彼らはほぼ直接日本列島にたどり着いたと仮説しました。それゆえ日本民族は異国の言葉と混じり合うことなく独自性を守り得たのだというのです。実はシュメール語と日本語は近しい構造を有していたことが長年の研究で分かっています。しかし江戸時代にはまだそうした研究は開花していません。そもそも18世紀に入るまでシュメール文明についてはほとんど分かっていなかったのです。ではなぜケンペルは言語に着目しながら日本人とシュメールを結びつけて考えたのでしょうか。残念ながらそれはよくわからないそうです。ゆえに彼の説は根拠に乏しい仮説とされ、日本史の中でも学問的価値が低い部分と指摘されているのです。日本人研究者による日本人シュメール起源説。しかしこの書に影響され、日本でもこの説を調べようという動きも始まります。ケンペルの日本人シュメール起源説を日本で蘇らせたのは原田圭吾という人物でした。明治1年1881年に慶応義塾に入学し弁護士として活躍した彼は、ハムラビ法典の研究に没頭します。研究対象はやがて古代オリエント全般へと広がり、その過程で原田はバビロン民族と日本民族の神話や伝承、言語、宗教、風習、容姿などで様々な共通項を見出すのです。そもそもバビロン神話の創世女児史エヌマエリシュの源流はシュメールの神話にあります。やがて彼は、イニシエの時代のバビロン民族はシュメールと日本人に深い関わりがあるという考えにたどり着き、シュメール人がこの国に渡来してきたという仮説にたどり着くのです。そして大正7年1918年、日本人シュメール起源説を自らが設立したバビロン学会で発表します。そこでは以下のようなことが主張されています。シュメールの太陽神ウトゥは日本でも崇拝された痕跡がある。シュメールの創世神話と日本の神話にも共通点が多い。さらにシュメールの王の装束と古事記におけるイザナギの御事の服装が酷似する。日本の地名にシュメール系と思われる言葉が存在している。これらを論拠に彼はチグリス・ユーフラテス川流域に広がるメソポタミア平原、シュメールの地が人類最初の楽園エデンであり、日本人の祖先もそこで生まれたと主張しました。彼らは優れた航海術を持ってこの日本列島に渡ってきたというのです。原田はケンペルの研究を支持していたといいます。つまりケンペルの研究を進化させたと言えなくもありません。それでも後年の失神による研究との連続性を見出せるところもあり、その優れた洞察力を遺憾なき発揮しこの説を唱えました。しかし残念ながら原田自身による研究がそれ以上進展することは叶いませんでした。
それは偽説として世間に受け入れられなかったわけではありません。大正2年の関東大震災によりほとんどの資料が失われてしまい、バビロン学会の組織的活動が難しくなってしまったからです。ただしこれで日本人の起源を探る研究が途絶えたわけではありませんでした。大正から昭和へと移り変わる当時の日本は、日本人のルーツを探す活動が非常に活発な時代でもありました。そして彼と同時代を生きた研究者たちによって仮説はさらに進化させられたのです。この潮流から生まれた研究所の中に、バビロン学会会員三島敦夫の書いた天孫人種6000年史の研究があります。日本人シュメール起源説を展開する対処ですが、その存在が語られる機会は決して多くはありません。なぜなら戦後日本を統治した GHQ によって禁書として絶版にされてしまったからです。当の三島は政治活動家でもなければ教職者でも学者でもありませんでした。本職は伊予大三島の神職でした。いわば民間の研究者である彼の書いた本がなぜ禁書に指定されなければならなかったのでしょうか。そういったことから都市伝説的に GHQ すなわちアメリカにとって不都合な真実か、あるいは日本にとって極めて重要な真実が書かれていたということで疑惑が広まっていったのです。明治政府の意向と日本人起源説の乱立。天孫人種6000年史の研究について解説する前に、当時の日本の状況について話しておきましょう。1867年、大政奉還が行われ、武家政治は終わりました。歴史で学ぶ分には、その後、すぐに近代国家へ転身を成し遂げたように感じますが、実際はそんなに簡単ではありませんでした。私たち現代人も、今までの価値観を変更しろと急に言われても戸惑いますよね。それと同じように当時の人もすぐに近代国家に転身できるはずもありません。欧米先進国と比べれば政治、軍事、産業、教育などあらゆる点で日本は遅れをとっていました。しかもアジアを見れば中国もインドも植民地化されていました。こうした事態を避けるためにも、日本は早急に先進国の仲間入りをする必要がありました。そこで求められたのが、将軍に代わる絶対的存在、リーダーでした。それが天皇だったのは言うまでもありません。こうして天皇制のもと、内閣制度が成立し、軍事や産業の強化が推し進められたのでした。つまり明治維新以降の日本は天皇をトップに抱きながらも、意識は明らかに国外へ向けられていました。日本人シュメール起源説の根底を流れる渡来説にも、そうした時代観を反映した側面があったといえます。実際当時はシュメール起源説だけではなく、明治から戦中にかけて様々な形で渡来系の日本人起源説が提示されていました。日本語にギリシア語、ラテン語との同一性を見出し、日本の神話とギリシア、ローマ神話に共通点を発見した日本ギリシャ同一神説もありました。明治4年の著作世界的研究に基づける日本太古史で、日本人の祖は日本列島へ移り住んだ古代ギリシア人であると主張しました。また明治初頭にスコットランド人のニコラス・マクラウドが体系化した日本人と古代イスラエル人が共通の先祖を持つ兄弟民族であるという日ユドウソ論もその一つです。日本ホーリネス教会の創立者でキリスト再臨と千年王国の到来を説いた中田重治もこの説を支持しました。昭和4年に記した聖書より見たる日本で、日本民族は古代オリエントに栄えたシュメール人とヒッタイト、
そしてユダヤの血が入り混じった末裔であると主張しました。また石川三四郎は大正10年の古事記神話新研究でバビロンの神話を日本に伝えたのはヒッタイト民族であり、彼らこそ天孫民族であると主張しました。昭和8年に古代エジプトと日本を発刊した特製金吾も豊国文字とエジプト古字のヒエログリフの類似性に着目し、その原点はエジプトにあるとしたり、こうした起源説のほとんどがオリエント、ヨーロッパの文明をルーツとしているのは、もちろん欧米諸国への憧れと劣等感が交わり合った複雑な意識のせいも当然あるでしょう。日本という国の成り立ちに対する揺らぎが生じた結果とも言えます。これを懸念した三島敦夫が日本建国史の再構築を目指して完成させたのが天孫人種6000年史の研究なのです。天孫人種6000年史の研究。愛媛県にある親松見神社は全国の親松見神社や三島神社の総本社であり、三神社の総本社とされることもあります。海と山を司り、軍神でもある親松関神を祀る代表的な神社ということもあり、朝廷や武将から尊崇を集めてきました。三島敦夫は由緒あるこの神社の宮司でした。その彼が原田敬吾の元を訪ねたのは大正2年のことです。原田の作ったバビロン学会の日本人起源説に刺激された三島に対し、原田は自身では成し得ない神道の側面からの日本人シュメール起源説の考察を託しました。その結果、三島が書き上げた書は歴史を覆しかねない驚愕と神秘に満ちた内容になったのです。当時100万部を超えるベストセラーとなった本書の骨子は、古代の日本列島には様々な民族が渡来し原初の日本人を成した。しかし建国の中心を成した人種は世界の諸文明の祖であるシュメール系民族である。彼らは数千年前、人類文明の発祥の地である西の豊足原の瑞穂の国、つまりメソポタミア、古代バビロニアから日の出豊足原の瑞穂の国に移り住んだ。日の出豊足原の瑞穂の国とは足原の中津国、つまり日本であるというものです。シュメール人渡来説を中心とした構想自体はケンペルや原田の流れを汲むものといえます。しかし三島の説は世界の文明の祖が日本国の祖であるとした上で、神道の視点を取り入れて先人たちでは成し得なかった日本人起源説の飛躍を見せているのです。列島で皇室の祖となったシュメール人。天孫人種6000年史の研究の象徴が署名にもある天孫人種でしょう。三島は天孫人種をシュメール人、バビロニア系民族と断定する傍ら、様々な人種が古代の日本に渡来したと考えています。先着民はアイヌですが、日本人種の主要構成種族ではないと言います。日本人種を構成するのは彼らに次いで渡来し和人派となったモンクメール族、ハヤット派と全出雲派のマレーポリネシアのチアム族、ゴ出雲派の朝鮮ツングース族です。そしてその次に天孫人種であるシュメールの民が来たといいます。そしてシュメール人はこの島国で建国の大義を果たし皇室の祖を成したというのです。それにしてもなぜシュメールが皇室の祖なのでしょうか。謎を解く鍵は古代バビロニアで神を表すスメにあります。天皇を表す言葉は他にスメラギ、スメラミコド、ミカド、アキツカミなどがありますが、どれもがシュメールの言葉で分解できるのだといいます。例えば
スメラギはシュメールイコールスメラと彼らの神々で、秋つかみの大元をなす火の神アグの副称です。またアグはヒッタイトの神格アクニ、もしくはインド神話の火の神のアグニという説もあります。ミコトとミカドは日本の神話にも通じる天下る神を表すミグドが語源です。つまり天皇という言葉はまさに天から降りてきた神を表しているというのです。驚くべきことに、三島は天皇の古語のすべてがこのようにしてシュメール語訳できるとまで言うのです。三種の神器とシュメール神話。天皇とシュメールのつながりは神話にも見出せます。神話に登場する神々をシュメール語で表すと、天の神はアヌまたはアン、海の神はヤーまたはエア、アッバもしくはエンキ、火の神太陽神はウトゥまたはウツ、月の神はシンまたはナンナルとなります。古代バビロニアの神話では天海地の三階がありますが、天を最古の神である天神アヌがすべ、神話に登場する神をシュメールの言葉で表すと、天の神はアス、海は海の神ヤーが地の神エンキの徳を持ち、後に分化して地の神エンディルの父となり、火の神ウトゥの父神というように、根底は原始神話に基づいています。一方日本でも海の神、太陽の神、火の神を祀るのが通例であり、古代バビロニアと同じく海の神が最高位となります。火の神は綿摘みの子であり、天皇を表す火の神は火の神の子であります。またイザナギが地の神を生み、後に火の神が生まれるという構造も見事に一致します。古事記日本書紀に書かれた日本創世神話はシュメールのそれが原点だったのだといいます。なお皇室においては、海の神ヤー、火の神ウトゥ、火の神アグのほか、軍神のアダドなども並列で祀られているといいます。伊勢信仰の中心をなす伊勢神宮は内宮と呼ばれますが、これは内宮のほかに内宮とも読めます。すなわち古代バビロニアの火の神であるウトゥの宮とも考えられるのです。興味深いのは三種の神器にまつわる三島の主張です。三種の神器とは、八田の鏡、八坂にの勾玉、草薙の剣です。これがシュメールにもあるというのです。まずバビロン王ナブバラチンが奉納した額には、火の神の前に干潟の鏡が見受けられます。草薙の剣は八つの首を持つヤマタノオロチを退治した時に得られたものですが、シュメールにも七つの首を持つ竜を退治して剣が得られたという神話があります。皇室の三種の神器はシュメールの神から授かったものという可能性も出てくるわけです。皇室の菊花紋もそうなのです。もともとのモチーフは朝日ですが、古代バビロニアの遺跡にもこれと共通するイメージが多数見られます。またシュメールのウルク古説文字を原点とする楔形文字で神を表す文字も菊花紋と極めて近いものがあります。三島はさらに、日本にはシュメールの神の名を冠した言葉がいくつもあると指摘しています。神の鎮護地を名ぐと言います。そこで火の神ウトゥの鎮護地はナグウとなります。これが変化するとナグサ、ナギサ、ナガサなどになります。ワタツミヤーの鎮護地はナグヤーで、これが名古屋、長屋に変化したというのです。もちろん彼の説には明確な説明がなかったり、説得力に欠けたりする部分もあります。ここだけを注視すれば荒唐無稽な書と言えなくもありません。しかしそこで改めて思い出されるのが、この書が GHQ によって禁書にされたという事実です。
第二次世界大戦終結後、日本を統治した GHQ は軍国主義的と判断される書籍の発売を禁じました。リストに挙げられた数は7000を超えるもので、天孫人種6000年史の研究はそのうちの一冊となりました。それはなぜなのでしょうか。三島が本書で成し遂げようとしたのは、あくまでも日本人の起源を明らかにすることでした。その内容は直接的にも間接的にも戦争に何ら関与するものではありません。だとすれば、発禁の理由はやはり内容にあるのではと考えてしまいます。彼の皇室とシュメールを結びつける論証は禁断の領域にまで踏み込んでしまったのではないのか。そこで示された不都合な真実が、不幸にも天孫人種6000年史の研究を禁断の書とされてしまったのではないのでしょうか。まさに都市伝説好きにはたまりませんね。シュメール語と日本語の奇妙な一致。前回の動画でお伝えしましたが、大胆な考察でシュメールと日本、皇室を結びつけた驚異の歴史研究書、天孫人種6000年史の研究という禁書になった本があります。三島がそれをこの世に出してから間もなく100年が経とうとする今、当時は禁書として表から姿を消した本が、今になってその証拠が次々と発見されているというのです。当時は発展途上だったシュメール研究は、言語学者や歴史学者によってさまざまな事実が解き明かされています。言語の形、体論上日本語は膠着語に属しますが、シュメール語もやはり膠着語だというのもその一つです。膠着語とは、名詞の後に手に、を、はを代表とする助詞をつけることで自立語同士をつなげる言葉です。さらにシュメールの楔形文字は漢字の形成とほぼ同じ過程を経て成立したものと考えられているだけでなく、日本語の漢字と仮名の混ぜた構造と同様の構造をしていました。ちなみにセム系言語の文字は子音のみを示しますが、シュメール文字では母音も記します。これも日本語と同じ構造です。しかし最も注目すべきは、古事記、日本書紀など日本の重要な歴史書がシュメールの楔形文字で読み解くことができるということなのです。古事記をシュメール語で読み解く。和道5年712年に完成した古事記は、稗田のあれが徴収していた天皇の系譜帝王の棺と古い伝承をまとめた仙台旧字を大野康麻呂が書き記し編纂した日本最古の歴史書です。初代から第三代までの天皇の名と事跡が主に記されていますが、歌謡も多く収録されています。これらの歌謡は漢字一字で一音を示す万葉仮名で記されたものですが、これがシュメール語で読めるというのです。この説を打ち出したのは、復元された古事記を記した前花顔です。彼は古事記、日本書紀はシュメール語と一部はチュルク語で伝えられたものを写したものであると主張し、原文とシュメール語訳、その日本語訳を併記して自説を展開してみせたのです。古事記の上巻に収められる豊玉姫の神の歌を例にとってみましょう。ちなみに豊玉姫の神とは、山幸彦と海幸彦の神話に登場する女神で、高等の祖である神武天皇の母玉頼姫の神の姉です。まず原文はこちらです。これは赤玉は抑えひかれど白玉の君が予想したとくありけりと読みます。現代語訳は、赤い宝玉を鬼通せばその馬で光って見える、それは美しいものだけれど、立派に着飾った男を得るなら
白い玉、真珠のよう。そんな男のお姿はなんと神々しかったことでしょうとなります。さてこれをシュメール語に当てはめるとどうなるのでしょうか。こちらを読むと赤玉湯、佐江ひがれじ、白地玉金が湯むしたぶとく歩ける、なんとなく似ているような気がします。その意味は、私の愛した夫よ、病気のあなたのために祈り橋をすると宮中の僧侶が伏せをせがみます。私の大君よ、もっと度重ねて消息を聞かせてください、頼りをいただけるのを心からお待ち申しておりますと訳せるというのです。驚くべきことは他にもあります。シュメール人自身はかつて自分たちの国をキエンギと呼んでいたと言われていますが、その意味は葦の主の地というそうです。つまり日本の古来の呼び名葦原の中津国と同じ意味をなしているのです。ちなみに古今和歌集の短歌の一つである君が代や江戸中期から文献に登場するかごめかごめの歌詞も古代ヘブライ語で読むことができるといいます。古代ヘブライ語は太古のパレスチナ、つまり延期の息子マルドゥクが勢力の基盤を置いたカナンを発祥とする言語です。直系ではないのですが、これらもまたシュメールとの関わりを示す証拠なのかもしれませんね。日本各地に残る岩に刻まれた文字、ペトログラフ。日本各地に残る南面に残された線刻、ペトログラフやペトログリフと呼ばれるものも面白いです。5世紀頃に中国から漢字がもたらされるまで日本には文字がなかったというのが通説です。しかしここ数十年の間に発見されたペトログラフの存在はそれを覆し、漢字以前の時代にも文字が存在していたのではと考えられるようになってきたのです。しかもペトログラフはシュメールの楔形文字であるという説が有力視されているのです。事実であれば決定的な証拠となるとも言われています。具体的には1923年恐れの森と呼ばれていた山口県下関市の彦島にある杉田丘陵で解読不能の文様が刻まれた岩倉が発見されました。当時はまだ注目を集めることもありませんでしたが、かつてこの地を根拠にした平家の財宝の在りかを示すものだと取り沙汰されたことから大きな話題を呼びました。こうして学術的調査が行われ、ペトログラフであることが判明したのです。このペトログラフを解読した歴史言語学者によると、岩倉に刻まれたそれはまさに古代バビロニア文字、すなわちシュメールのものだといいます。刻まれた碑文の内容も驚きです。シュメール語で読み解読すると、最高の女神が最高司祭となり、日の神の子である日子王子が神主となり、七樹子にかけて祈ると読めるというのです。日の神の子、太陽信仰のようですが、そうではありません。日の神とは太陽の神ウプ、日子王子とは日の神の子である日神アグ、すなわち天皇を指しているのだそうです。当然ながら最高の女神とは子嘘神アマテラス大神だと思われます。なおペトログラフは北海道の富岳遺跡など日本国内だけでも100カ所1000個以上が発見されています。これらが全て解読されれば古代の謎の多くが解ける可能性もあるわけです。ペトログラフが盛んに用いられたのは紀元前7000年から紀元前3000年と考えられています。中には1万年以上前のものもあるとも言われています。モチーフは人、はしご、アイマスクなどですが、輪止めをかけた車輪、キャタピラまで確認されています。車輪が発明されたのは
紀元前5000年期の古代メソポタミアですが、キャタピラとなるとこれはもう説明不可能です。この謎を解くにはペトログラフをシュメール文字、つまりアヌンナキ文明の遺物と考えるとしっくりきます。しかもそうであれば当時の共通文字はペトログラフということになり、聖書の人間はみんな同じ言葉を話していたという記述が事実ということになるのです。皇室とアヌンナキを結ぶ二つの門。ところで皇室の吉化門とバビロニアの門の共通性は多くあります。古来日本では様々な種類の吉化門が好んで用いられてきました。しかしこと16個の花びらの八重表吉化門だけは皇室専用とされ、一般人が用いることは固く禁じられています。しかし世界を見回せばその文様は至る所で見られるのです。シュメールの聖都にあるバビロニアのイシュタル門、エルサレム宮殿のヘロデ門、ヘロデ王の石棺、アッシリアの黄金神杯、アッカドのナムラ神王の戦勝記念碑など、数え上げればキリがないほどです。さらに中米のマヤ遺跡やパキスタンのタッタ遺跡、スペインのアルハンブラ宮殿のステンドクラス、スタンカーメン王の墓からも青銅器製の吉化門が発見されています。しかし肝心なのは、同様の吉化門がシュメールの地から発見された粘土板にもあったといいます。それはくさび型文字とエンディルとともに刻まれていたのです。これらの事実はまさにアヌンナキの子イコールルルイコールシュメール人が世界に飛散したことだけでなく、吉化門が行為の存在と密接に結びついていたことを証明しているとも言えます。皇室とシュメール、つまりアヌンナキの結びつきが並のものでないことを物語るものとして、日本の神社の中心伊勢神宮のカゴメ門の存在も見逃せません。伊勢神宮には内宮と外宮がありますが、二つの宮をつなぐ参道の灯籠にはカゴメ門が刻まれています。カゴメ門とは六芒星のことで、別名ダビデの星とも言います。イスラエル人にとって民族のシンボルとも言える印です。しかしその信仰の原点をたどっていくと、なんとアヌンナキのエンディルにたどり着くのです。つまり皇室とシュメール、アヌンナキの存在はピタリ同一線で結ばれていたのです。古代天皇は支配者アヌンナキだった。いずれにしても三島はこの結論にすでに達していた節があります。なぜなら天孫人種6000年史の研究で、我々の生命は宇宙の大生命の表現である、スメル時代より宇宙の大生命を民族の大生命として崇拝したと書いているからです。これはアヌンナキの血脈を汲むシュメールのことを言っているのでしょう。あるいは彼は古代天皇がアヌンナキの血脈を汲むものであることにも気づいていたのかもしれません。しかし当時はとてもそんなことを唱えられるような時代ではありませんでした。だからこそあえて隠し、しかし GHQ、 もっと言うとアメリカはそれに気づき禁書にしたと考えると、歴史の闇を感じますね。もちろん真実は分かりませんが、敗戦国のトップが優れた宇宙民族の血族末裔であることなど公然と認められるはずもありません。いかがでしたでしょうか。シュメールは多くの謎を未だ現代に残しています。今後この謎が解明されることがあるのでしょうか。もしくは謎は謎のままで、このままいろんな説が飛び交い続けるのも面白いですよね。知りたいけど知りたくない、私としては複雑な心境です。
最後までご視聴いただきありがとうございました。もしこの動画が良かったら、いいねボタン、チャンネル登録、コメントよろしくお願いします。